大逆事件、大逆事件、大逆,逆事件、大逆事件とは、1882年に施行された、旧刑法116条、及び第二本帝国憲法制定後の1908年に施行された、刑法73条、1947年に削除が規定していた、天皇、皇后、皇太子等を狙って、危害を加えたり、加えようとする罪、 いわゆる退逆罪が適用され、訴追された事件の総称。日本以外では皇帝や王に反逆し、また謀反を企てた犯罪を退逆罪と呼ぶことがある。政治制度として、天皇制を重視した大日本帝国憲法下の日本政府は退逆罪を重罪とし、死刑、極刑をもって臨んだ。裁判は非公開で行われ、大新院、厳、 最高裁判所が審理する一申請、第一にして終身となっていた。これまでに知られている大逆事件には、の四事件がある。単に大逆事件と呼ばれる場合は、その後の歴史に最も影響を与えた1910年の高徳事件を指すのが一般的である。虎ノ門事件と桜田門事件が現行犯の逮捕であるが、 高徳事件と撲裂事件は未遂犯の逮捕で撲裂事件についてはテロ計画に具体性はなく大逆罪を犯す範囲程度で有罪とされたいずれも詳細は各事件の項目を参照されたい冒頭の通り大逆といえば一般的にはこの事件が刺される坂井敏彦や片山千らが平民新聞などで労働者中心の政治を呼びかけ 民衆の間でも、そのような気風が流行りつつあった中の1九1 0年、明治四十三年五月二十五日、新州の社会主義者、宮下拓吉ら四名による、明治天皇暗殺計画が発覚し逮捕された、新州赤島爆裂弾事件が起こる。以降、この事件を口実に、すべての社会主義者、アナキスト、無政府主義者に対して、取り調べや家宅捜索が行われ、 根絶やしにする弾圧を政府が主導、フレームアップ、政治的で打ち上げした事件。敗戦後、関係資料が発見され、暗殺計画にいくらかでも関与、同調したとされているのは、宮下拓吉、菅野巣が、森地下運平、新村忠夫、小刈り奇策の5名に過ぎなかったことが判明した。1960年代より、大逆事件の真実を明らかにする会を中心に、 最新請求などの運動が推進された。これに関して、最高裁判所は1967年以降、最新請求規格及び免訴の判決を下している。新州赤島爆裂弾事件後、数百人の社会主義者、無政府主義者の逮捕、検挙が始まり、検察は26人を、明治天皇暗殺計画容疑として起訴した。松室伊達検事総長。 平沼木一郎大森院次席検事、小山松吉神戸地裁検事局検事生らによって事件のフレームアップ化が図られ、異例の速さで後半、軽執行が図られた。平沼は論告休憩で、同期は新年なりとした。検挙された一人である大石聖之助の友人であった、よさの鉄官が文学者で弁護士の平でおさむに弁護を頼んだ。 1911年1月18日に、死刑24名、有期刑2名の判決、鶴城一郎裁判長。1月24日に、江徳周水、森近雲平、宮下滝吉、新村忠夫、小狩喜作、奥宮武之、大石聖之助、聖、石平志郎、松尾一太、新宮一郎、内山郡道ら11名が、1月25日に1名。 菅野菅が処刑された。特無期刑で獄死したのは、高木賢明、峰尾節道、岡本栄一郎、三浦康太郎、佐々木道元の五人。仮出国できた者は、坂本清芝、成石勘三郎、木久保誠一、武田久平、飛松洋次郎、岡林虎松、小松氏次。赤旗事件で有罪となって獄中にいた、大杉久志、荒畑勘村。 坂井敏彦、山川人氏は事件の連座を免れた。社会主義運動はこの事件で、数多くの同志を失い、しばらくの期間、運動が沈滞することになった。いわゆる、冬の時代である。徳富露川は修水らの死刑を阻止するため、兄の徳富祖宝を通じて、桂太郎首相へ嘆願したが果たせず、明治四十四年、1911年1月に、 修水欄が処刑されて、すぐの2月に、修水に浸水していた一高の弁論部、川上上太郎と森戸達夫の主催で、無本論を講演し、学内で騒動になった。大逆事件は、文学者たちにも、大きな影響を与え、石川拓木は、実験前後に、ピョートルクロポトキンの著作や、後半記録を入手研究し、時代閉塞の状況や、 エーデターフロムプリズンなどを執筆した。木下木太郎は1911年3月議曲、泉屋染物店を執筆する。長井花風は、花火の中で、私は自ら文学者たることについて、花だしき周知を感じた。以来私は、自分の芸術の品位を、江戸下作者のなした程度まで引き下げるにごとくはないと、思案したと書いている。また、が定で、今の天使は、 南朝の天使を暗殺して三種の神器を奪い取った北朝の天使ではないかと発言したことが外部へ漏れ南北朝正順論が起こった帝国議会衆議院で国定教科書の南北朝並立説を非難する質問書が提出され2月4日に議会は南朝を正当とする決議を出すこの決議によって教科書執筆責任者の北定吉が給職処分を受ける以降 国定教科書では、第二本史を根拠に、三州の神儀を所有していた、南朝を正当とする記述に差し替えられる。また翌明治45年、1912年6月には、上杉新吉が天皇主建設を発表した一方、三延達吉が天皇誌建説を主張し、当時の大学周辺では、三延の天皇誌建説が優勢になったが、後天皇主建設が優勢になる。 パテイ人事件で周水らを疎ましく思っていた山形有友は後、ロシア革命が勃発してからは国費で反共主義政策を進め、上杉の天皇主建設を基礎にした国体論が形成さてゆく。大石聖之助の甥いである西村伊作は大石の遺産の一部で文化学院を創設した。このことについて、唐谷幸都氏は対象でも暮らし、 対象文化というのは、実質的に、大逆事件で死刑になった人の遺産で成立したと、指摘している。1923年12月27日、南馬大輔が、虎ノ門で第48帝国議会の会員式に、向かう、摂政、皇太子弘人親王、後の昭和天皇の車に向けて、ステッキ状の銃を発砲、狙撃し、現行犯で逮捕された。 暗殺未遂事件。皇太子に怪我はなかったが、隣に座っていた、自重長が顔に負傷。1924年11月13日に、大審院で死刑判決。15日に死刑執行。この事件により、第二次、山本内閣は、総辞職、警視総監、湯浅倉平、警視庁刑務部長、勝利木松太郎らが、懲戒面官。南波の出身地である。 山口県の知事が2ヶ月間の言及となった。衆議院議員で、更新クラブだった、大介の父、南馬作野信は、即日議員辞職し、山口県熊毛群総村、現、道県光市の自宅で、平門実況後、食事を取らず餓死した。1923年9月1日に起きた、関東大震災の2日後、開元令下に、 朝鮮人が民衆によって死刑を受けた震災後の混乱期に保護原則の名目で検挙されたアナキスと、僕列と愛人の金子文子が、翌1924年2月15日に爆発物、取締罰則違反で起訴され、1925年5月2日に、僕列が5月4日に、文子がそれぞれ退逆罪に当たるとされた事件。 1926年3月25日に死刑判決。4月5日に御社で無期懲役に減刑されるが、フミコは特殊譲を刑務所長の面前で破り捨てた。同年7月22日に栃木助手刑務所でフミコは監視の目を盗んで医い師い。同年7月には内閣転覆を狙った北一期により取り調べ中に頬の膝に 金子が座り抱擁している写真が、政界にばらまかれ国内での待遇が数ヶ月、政治問題化した。僕列は敗戦後の1945年10月27日に、出国。今や徹底した、反共思想の持ち主であった僕は在日本朝鮮人、連盟、朝連、朝鮮総連の前進への参加を避け、1946年10月に、 韓国民団の前身となる在日本朝鮮、居留民団を結成し、初代団長を1949年2月まで、務めた。帰国後、李正万政権の国務委員を務めるが、朝鮮戦争の際、北朝鮮へ連行。後に、南北平和統一委員会副委員長として活動。朝鮮独立運動の活動家、李笹馬佐、李凡ちゃんが1932年1月8日、 桜田門外において、陸軍士官兵式を終えて帰都についていた、昭和天皇の馬車に向かって、手榴弾を投げつけ、この絵表一人を負傷させた事件。李笹熊佐事件、あるいは、桜田門府警事件とも呼ばれ、また、日本政府は、李笹熊佐府警事件と呼んだ。次の首相、犬飼武氏は辞表を提出するも遺留された。9月30日、李は、 大審院により死刑判決を受け、1932年10月10日に市ヶ谷刑務所で処刑された。1946年に在日韓国、朝鮮人が遺骨を発掘、古国である朝鮮において国民葬が行われ、義士として、白、佐田インホウキツらと共に、ソウルの高政公園に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。